いただき、ストリートウィーはスクウェアエニックスから2011年12月1日発売のウィー用、ボードゲーム。いただき、ストリートシリーズ11作目である。本作は北米でフォーチュンストリート欧州と豪州でブーンストリートのタイトルでニンテンドーより発売され、いただき、ストリートシリーズとしては日本国外において初めて発売された作品となった。いただき、 ストリートシリーズ20周年記念作品、ドラゴンクエストシリーズ25周年記念作品の一つ、マリオ生誕30周年記念作品である。家庭用ゲーム機では、前作、いただき、ストリート DS 以来4年振りの完全新作となった。DS 版の前作に引き続き任天堂とのコラボレーションが行われ、ドラクエシリーズと、 マリオシリーズの両方のキャラクター及び世界観、音楽が使用され、シンボードマップもあっての完全新作である。本作はミーに対応している。一人で遊ぶでは必ず、プレイヤーキャラクターとなり、みんなで遊ぶでは、キャラクターの一人として、選択可能である。ミーの衣装やアクションは、ゲーム内で獲得するポイントで購入し、カスタマイズすることができる。ミーリモコンを横持ち、または、 縦持ちでプレイする。また、今回新たに任天堂 Wi-Fi コネクションにより、全世界、または国内のみのプレイヤーとオンライン対戦が可能になった。無作為に選んだプレイヤーと対戦するフリー対戦と、フレンド登録したプレイヤー同士で対戦するフレンドプレイがある。勝利条件が変更され、従来通り目標金額を超えて銀行に到着したプレイヤーが勝利なのに加え、 銀行でサラリーを受け目標金額を超えた場合と銀行にぴったり止まった状態で株購入による株価上昇で目標金額を超えた場合もそのプレイヤーが勝利となるみんなで遊ぶでは中断セーブができなくなった本作では従来通りのルールであるスタンダードルールの他に Easy ルールが登場している Easy ルールではエリアの概念が撤廃され 代わりに隣接するマスの物件を買うことで買い物量が高騰していくルールである。株も存在しない。マップはイージールール専用のものを使用し、スタンダードルール同様にツアーモードおよび隠しマップが存在する。前作、いただき、ストリート DS で登場したキャラクターに加え、マリオシリーズからはリディーコングとクッパジュニア、ドラクエシリーズからは サンディとルイーダが新たに登場している。キャラクターが話すセリフは基本的には、いただき、ストリート DS からの流用がほとんどだが、ワリオの下品すぎるセリフや一部のキャラクターの犯罪を示唆するようなセリフは修正、変更されている。また、空き地が酒場からマイホーム、神殿が税務署に変更されている。ツアーモードでキャラクター出現方法を満たすと、 プレイキャラクターとして使用することが可能になる。ありがとうございます。